皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回もダブルエクストリームスタジアムを使うことを想定して僕たちがガチデッキを組んできたので、そのデッキで 3-on-3 バトルをやっていきたいと思います。今回対戦するのはつぶやきさん太郎とちゃめまるです。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。今回つぶやきさん太郎が使っていく 3-on-3 デッキはこちらになります。ファーストベイはシルバーウルフ 360B。 カスタマイズ自体は前回使っていたのと同じカスタマイズになっております。シルバーウルフの高いディフェンス性能を生かして相手の攻撃を守り抜き、最後スピン勝負で1点勝っていきたいなと思います。セカンドベイはシャークエッジ 160LF。 こちらもカスタマイズは前回と同じになっております。高低差を生かした攻撃で相手のベイをバーストさせて勝ちを狙いに行きたいなと思います。サードベイはフェニックスウィング 360F。 こちらはフェニックスウィングのブレードの攻撃性能とバランスの良さを生かしてフラットビットで攻撃を当てに行きつつも、最後の粘りも少しは担保しようと思うカスタマイズになっております。普段のスタジアムだとフェニックスウィングには R を使うことが多いんですけれど、今回このダブルエクストリームスタジアムだと姿勢を崩しやすいなっていう風に思っていて、ラッシュビット R を使っていると姿勢を崩した後に体勢を立て直すのがすごく難しいなと思うので、今回はフラットにしてみました。今回はこの 3-on-3 デッキで戦っていきたいと思います。はい、というわけで今回こちらがチョメマルが使うガチ 3-on-3 デッキになっております。まずファーストベイがフェニックスラダー 980B です。フェニックスラダーを採用している理由といたしましては、最近フェニックスラダーを使っていると相手より高い位置で戦うと相手の姿勢をね崩して最後スピン勝ちを狙ってできるので採用しています。本来だったらエレベートを使っているんですけど、ダブルエクストリームスタジアムだとちょっとエレベートとの相性が悪いなって思っていたので、今回はボールを採用しています。セカンドベイがティラノビート 960U です。こちらのベイもアタックタイプとしても非常に優秀なブレードですが、相手のベイの姿勢を崩してスピン貸しとかも狙えるので、とても気に入っているカスタマイズになります。でサードベイがシルバーウルフ 970GN です。ちょっとねこちらはまだチョメマル的にはお試し的なカスタマイズなんですけど、こいつもちょっと970で高さを上げることによってシルバーウルフのフリー回転の刃を相手のブレードに押し付けてスピン勝ちなどを狙っていけたらいいなと思ってこのカスタマイズにしてあります。全体的に高さを生かして相手のベイの姿勢を崩しスピンフィニッシュを狙っていくようなカスタマイズになっております。今回はこの3機を使って3-on-3バトルをやっていきます。それじゃあ早速バトルに行きましょう。まずシュートポジションを決めるじゃんけんをしていきます。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、こっちで OK。お互いのファーストレイ、せーの、じゃん。シルバーウルフ 360B、 フェニックスラダー 980B。 ファーストバトル、レディーセット、3-2-1、ゴーシュ。守り切りたい、姿勢を崩したい。いやー、ただのスポーツ始めたな。うん、このスタジアム結構ね姿勢が崩れやすいんだよね。あ、ラダーが先に誰か行ってるか。よし、フィニッシュ、シルバーウルフにワンポイント。やったぜ。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。シャークエッジ 160LF、 ティラノビート 960U、セカンドバトル、レディーセット、3-2-1、ゴーシュ。危ねえ。よーしょ、激しすぎる。スピンフィニッシュ、ティラノビートにワンポイント。やった。いやー、ヒヤヒヤしたわ。お互いのサードベイ、せーの、
じゃん。フェニックスウィング 960F。 シルバーウルフ 970GM。 サードバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。フェニックスウィングに2ポイント。よかった、久々にアタックが決まった。サードバトルでも勝敗が決まらなかったので、デッキの順番を変えて続きをやっていきます。お互いのフォースデイ、せーの、じゃん。シルバーウルフディラノビート。フォースバトルレディーセット3、2、1、ゴーシュ。ウィンナーオーバーは嫌だ。お、中央台クストリームライン使って高いに攻める。あー頑張れー、頑張るけどきつい、きつい。あでも何で風、フィニッシュ。シルバーウルフにワンポイント。ということで、この 3on3 バトルの勝者はつぶやきさん太郎。よかった、中盤でアタック結構避けれてたのがでかかったな。というわけで 3on3 バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いやー、シルバーウルフやっぱり強いね。特に対アタックの時がね、輝いてる気がする。アタック受け流してオーバーとかはせず、回り続けて最後にスピンで1ポイントを取るっていうのが今回もしっかりできてたかなって思います。上から当たっても下から当たってもね、どっちでもディフェンス能力高いような気がするね。やっぱチョメマルのその 3on3 デッキのコンセプトが、その上から相手のベイを押さえつけて相手のベイの姿勢を崩すっていうコンセプトで作ってるんだけど、うん、それがね全然シルバーウルフにね効いてる感じがしなかったかなっていう。うん、でも最後の4戦目の時のティラノ対シルバーウルフの時は結構ね斜めにされてはいたね。そうだね、されてはいたんだけど、やっぱこのスタジアムだとなんかこっちのティラノビートも姿勢が崩れてっちゃうから、うん、勝率的にはね多分シルバーウルフの方が高いのかなって感じた。うん、まあ勝ったり負けたり繰り返すけど、何回もやってると若干シルバーウルフ有利かなって感じするかな、うん、ただねこのスタジアムやっぱ不意なオーバーとかも結構起きやすくってね、それが怖いんだよな。対アタックに優れてるとは言ってもね、やっぱここの上下するところで、このね中央のエクストリームラインにぶつかって上にジャンプするっていう現象がめちゃめちゃ起きやすいから、それでオーバーに飛んでくるとかもね結構起こるから怖いんだよね。あとあれだね、このスタジアムだとエレベートがちょっと活躍できんかなと思った。あーわかる。このね動画撮影する前にね、何回かいろんなベイでバトルしててね、エレベート使うとなんか姿勢崩しやすいんだよね。そうだね、チョメマルそのフェニックスラダー使ってんだけど、本来だったらフェニックスラダーにあのエレベートをつけてて、うん、コバルトドラゴン対策として使ってたんだけど、うん、このスタジアムだとねなんかエレベートうまくいかないから、どうしてもラダー使いたいなと思って今回あえて B を履かしてるんだけど、うん、E は難しいね。そうね、最後まで姿勢よく回り続けるっていうところがねやっぱエレベートの強みなのに、その強みがこのスタジアムだとね活かしづらいところがあるね。あとは3戦目で俺が使ってたフェニックスウィングがね綺麗にエクストリームダッシュしてアタック決めれたのは良かったな。前のバトルの時にフェニックスウィングに R 履かせてると、あんまりこのスタジアムだとうまく綺麗なアタックできないみたいな話があったじゃん。それ聞いてたっていうのもあって、今回ラッシュじゃなくてフラットで使ってみたんだけど、フラットだと結構綺麗なダッシュできるかもしれないね。他はね、2戦目にこっちはシャークエッジを使ってたんだけど、このシャークエッジの時はね、なんかすごい大味なバトルになったね。めちゃめちゃぶつかり合って、すごい壁にねお互いぶつかり合って、で一気にスタミナ減って最後パタッと倒れるみたいな、すごい大味なバトルになっちゃったかなと思います。
あとこれは見てる側の話なんだけど、俺見てる時に気になったのが、結構チョメ丸がさ、その相手の姿勢を崩すみたいなコンセプトで、特に今回フェニックスラダーとかが980とかで結構高めにカスタマイズされたベイを使ってるんだけど、なんかね、普通のエクストリームスタジアムでああいうベイとバトルしてる時って、まあ、こっちの姿勢が先に崩されて、うわーこっち負けちゃったなみたいなバトル結構あるんだけど、このスタジアムのかつ電動が動いてる状態で中央で結構当たり合うと、もともとこのスタジアム自体が姿勢崩しやすいなって思うのもあるんだけど、結構その高い、背の高い、頭が重い方が先に崩れちゃうっていうパターンが多いのかなと思ってて、うん、でそれはやっぱりこのスタジアムの影響もあるし、やっぱ動いてるわけじゃんずっと、うん、でやっぱそれだけ変な振動とかも与えるわけじゃんねって思うんだよ。実際わかんないよ、ちょっとここがねガタついてたりもするんだけど、だからそういうのも影響してて、ちょっと ATK とか相手より背の高いカスタマイズってのが輝きにくいのかなとは見ててちょっと気になっちゃったね。あーなるほどね。すごい、なんだろう、ラダーの980なんだけど、まあ多分そのプライベートの方で2人と遊んでて、こいつが強いってことはね、多分2人も若干認識はしてくれてるかなと思うんだけど、そうだね、エレベートの時がね、そう強いなとは思った。だけどやっぱこのスタジアムだと相性がちょっとあんまりよろしくないのかなって、うん、なんかね、思ってたのと全然違うような動きしてるから、やっぱりあれかな、そういうこのスタジアムの、まあ、かつ電動が動いてる状態は背の高いのは結構危険が多いかも。もちろんそのバーストしやすい、されやすいっていう意味も込めて、だから低い方がこのスタジアムは安定するのかななんていう風に見ててちょっと思ったかな。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。